今回は中国は三国志の時代に飛んでもらう。え、三国志ってゲームで有名な。ところでお前、名前は何という。孔明。諸葛亮孔明と申す。これをすぐに地方の信頼できる将軍たちに渡すのだ。私たちはこの山寺に閉じ込められてしまったも同然だ。人狼か。このわしを叩き切ってやる。董卓の陰には得体の知れない毛陵がいるということ。王院先生がこんなことになるなんて。呂布様を死なすわけにいかない。早くの匂いがここまでする。貴様、武士としての誇りはないのか。まあ、俺は生き残ってみせるかな。今この中にいる誰かだ。